ンです。妹と一緒にはしご酒を楽しみたいと思います。はい、どうもポンポンシスターです。2人で撮影めっちゃ久々ちゃうな。半年ぶりだよ。だって全然出てくれへんから恥ずかしいやんって言って、あんま恥ずかしがってないです今日のはしご酒目的地はこちら DD ハウスです。そうですね、まあまあ飲める気がしてさすが集合姉妹、あ、アルチューバー姉妹、アルチューバーではないあ、したかったのこれ。 Let's DD House。飲み屋さん以外にもカフェだったりカラオケだったりいろいろありますね。そうちゃうで。わー、天井が豪華、すごい、どっかのホテル来たみたい。1軒目、ボーガスタジアムさん。アルコール、ダーツ負けるつもりやってんけど、ごめんな。準備運動ができたので、2軒目はここ、大衆酒場すしべろさん。見て、ほとんど280円均一らしい。安ー。すいません、このセレブな溜まって箱は頼みたいんですけど、はい、もう一つ店員さんのおすすめってありますか？おすすめですか、はい、おすすめはやっぱりこのマグロの刺し風が結構皆さんに人気で、お酒のお供にされる方が多いです。あ、じゃあそれでお願いします。はい、わかりました。はい、失礼します。はい、乾杯。ちょっと開けてみて。オープン。うわー、すごーい。これ味付けがごま油と塩なので、本当に一瞬レバ刺し食べたんかなと思いました。マグロにこの味付けって合うんですね。新しい発見。めっちゃ豪華じゃない。ホタテ、ウニ、イクラ、これがリアル玉手箱よ。うん、おいしい。どんな食感でしょうか？イクラがプチプチしてて、ホタテもトロトロ。ちゃんと分け合えるからちょうどいいな。幼少期よく食べ物で喧嘩したんですよ。まあ、いつもうちが負けてたけどな。肩穴開いてんで。わざとや。前も穴開いてたな。服穴開きがちやん。うめえ。いや、しそやで。次はな、忘年会で2回ぐらい行ったことあるとこやねん、今日な。コースがめっちゃ安いんやん。3軒目は梅田個室居酒屋心意気さんです。今回心意気さんではコースを注文してまして、心意気さんの飲み放題は種類がめっちゃ多くて、裏表メニューあるんですよ。
果てしなく飲んでしまうやつやん。失礼します。はい、はい、お待たせしました。レモンサワーですね。はい、ハイボールです。はい、ありがとうございます。ハイボール濃ゆそう。3軒目も乾杯。乾杯。今日は4000円のコースの中から料理は3種類紹介いたします。いただきます。皮の部分と身の部分両方あるので、皮のパリッと感と身のジューシーさのコラボレーションたまらんわ。鶏肉やから0キロカロリー。そんなわけないやん。サイコロステーキですね。おお、ありがとうございます。こちらが醤油バジルソースです。はい、じゃあつけて召し上がりください。はい、肉ガーリックチップもめっちゃ乗ってますよ。びっくりした、うん、またこのバジルソースがめっちゃいいな。うん、普通の野菜、焼いた野菜とかにもめっちゃ合いそう。あ、だからもやし乗ってんじゃん。あー、なるほどな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 。そんなことある。4軒目はゴンノスケ梅田さんです。入ってるのがイカそうめんで、両端がお作りでございます。イカそうめん、こちらは麺つゆでお召し上がりください。透き通るようなイカですよ。滑らかすぎてツルンと喉を取ってたわ。え、本質は最高何杯ぐらい飲んだことある？めっちゃ飲みに行ってた時は20杯余裕でいってた。サンマの味噌巻き揚げ580円です。周りもサクサクやし、梅の塩がちょうどいい感じに入ってる。うん、いい塩梅。カツスクスティック。あ、ちょっと待って、もう喋られんくなって。次も二人で行っちゃうよ。梅田といえばここっていう焼酎のお店があるので紹介します。5軒目はクラクラさんです。焼酎の量めっちゃ多いねんけど。泡盛もあるね。あ、泡盛飲んだらもう踊ってまうやつやな。え、ちょっとちょっと後ろ見て。後でカラオケ行かへん。結局大雑把。
こ来る？いい感じにツンです。合うんちゃう、焼酎に。合う。つまぐりの合わせですね。店長が応援してくれました。めっちゃ可愛い。ソテン でこれが漬け揚げと生姜天、レンコン天と玉ねぎ天ですね。冷たいかと思ってたんですけど、揚げたてなので噛んだ瞬間に炙りが広がって、そしてじわじわしその香りが包み込んでくれます。めっちゃ美味しい。レンコン、レンコンマシャって感じで、練り天がなんかもちもちやから、めっちゃ美味しい。じゃあ次のお店、レッツゴー。6軒目は前からうちが行きたかったバームーンウォークさん。カクテルが200円で飲めるということで、ちょっと甘いものクイッと行きたいと思います。こちらの QR コードでのご注文になっておりまして、お酒が全て200円です。チャージ料お一人様450円いただいております。混み合ってるお時間は2時間制とさせていただいておりますので、ご協力お願いします。読み取り早、すごい、これで注文すんねや。飲みやすいってことは、リキュールの強さ的には普通、普通ぐらい、はい。シュワシュワ系、イチゴリキュールが入ってるので、イチゴ畑に浸みたい。いろんなリキュールが入ってるので、リキュール畑に浸みたいな。妹と一緒に DD ハウスではしご酒してきました。もうこの建物だけでめっちゃ堪能したな。今回合言葉をお伝えいただくと、各店で特典を受けることができます。合言葉は DD ハウスではしご酒。特典を受けることができるのは2020年の12月30日水曜日までとなっております。各お店の限定特典内容は概要欄のリンクをご覧ください。はしご酒したいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。